も秘密結社フェガマ総帥ハッチーでございます。ラジオ日経賞ということでですね、今回ひらめけ大穴なんですけれども、まあハンデが下流まで大事だよなとかね、まあ、それでいて実はこのまま期待されてるよなっていうのもっと大事だなと、期待されて素質が評価、人間は素質を評価してるんだけども、まあそしてある程度結果は出してるんだけども、ハンデは軽いし、まあ、これ狙えるんじゃないかなっていうね、人気薄の馬を1頭発見しました。ネット競馬想定、これ僕が予想している段階で12番人気コンテクシオ。まあ確かに芝1008だと大和メジャー3区には1ハロン長いかなって気もちょっとします。ただこの馬そういうローテを歩んできていて、札幌2歳ステークス、まあ、7着、まあ、そしてですね青葉賞も、まあ、12着なんですけどね、挑んでるんですね。まあ東京芝2400の持ち時計2分24秒1って考えたら優秀だと思います。まあ、そして、去年のね暮れのハボタン賞1分59秒3で 2000m 走ってます。まあ、持ち時計あるっちゃあります。まあ、その後重馬場で2分5秒3かけて、まあ、中山のね同じコースで1勝クラス勝ち上がってるんですけども、これがね非常にタイムが遅いと評価されたのか知んないですけどね、一勝クラス勝ち馬ってこれハンデ見てもらったら大体53か54なんですよ。評価されてたら54なんですよね。ところが不良馬場で2勝していて1008と2000でね勝っていて、まあ、そしてハンデ53になってます。これね馬場が渋ったらかなりチャンスあると思うんですよ。しかもその2勝の賞金で青葉賞に出てきたってことは、まあ陣営ダービーワンチャンあるなって思うぐらいにはちょっと期待した。まあ青葉賞がローテそこしかなかったんですよって言われたとしても、札幌2歳ステークスもデビュー勝った後すぐにあの大和メジャー3区を1008の重賞使ってるんですよね。これあの陣営かなり期待してローテ歩ませて、ただトップスピードがそんなになかったと、まあ、1分59秒3芝2000のね2歳児の持ち時計としては超優秀なんですけど、ハボタン賞これ5着切れ負けしてんですよ。まあそう考えると馬場が渋った場合のコンドクシオン、これこのまんまの人気だったら僕軸差し替えても、不良馬場、重馬場不良馬場だった時のみ軸差し替えてもいいかなって思うぐらい期待をしています。以上ハッチーでした。